国土交通省は、2026年に見込まれる自動運転タクシーの実装に向けてワーキンググループを立ち上げ、審議を始めました。まあ民間のお取り組みを待つということではなくて、あの役所側もお一緒に道を開いていくとそういう気持ちで、えー、議論あの進めてさせていただきたいと思います。委員は自動車や法律の専門家などからなり。 安全性の認証基準の具体化や、事故があった場合の保証のあり方、配車アプリの活用の仕方などを検討します。また、自動車メーカーがタクシー会社から受託する形で運行できる運用について、年内に結論を出す予定です。